おはようございます。速稼塾の久保でございます。今回はね、バクちゃんのメッセージ動画に対するアンサー動画です。まあその前にですね、前提として今ご覧になっている立花隆さんの動画をちょっとご覧ください。衆議院選挙のことがわからない国民が、まあ、この国の国民であれば、ぜひ、これが一度見ておく国だと思っておりますので、衆議院選挙の国について、という感じで、政略についてお話をしていきます。はい、こういうふうに聞こえてますよね。で、ボリュームがね、12と出てます。10とかね、この辺なんですよ、私が。で、バクちゃんの動画を見ると、皆さんこんにちは、バクちゃんです。ご来店しましてありがとうございます。前回のご参加動画にありまして、ちょっと照明とか見ないよという話になりまして、少し改善したつもりです。PC のカメラをやめて、iPhone のカメラにして。はい、いかがでしょうか。音量の方は聞こえますかね、皆さんね。画面はすごく明るくて良くなったと思います。まあ背景もね、もうファミリーって感じで、これがいいのか悪いのかまだ何とも言えません。まあ例えば投資の話をするんだったら、バックがこれだとちょっとまずいかなと。あの世界地図みたいなものがあるのはいいんですけどもね、それあまりにも家庭感が出ると投資家っぽくはないかなと思いますよね。ビジネスをしている感じだったら、後ろに本がいっぱい並んでるような本棚がいいかなと思いますけどもね。背景も後々意識してみるといいんじゃないかなと思います。今回はね、あの音なんですよ。音がね、ちょっと私から見ると全然聞こえないんですけども、いいでしょうか。再生しますよ。はい、今100にしましたけど、100でやっと聞こえるぐらいなんで、これ以上はね大きくならないんですよね。先ほどの立花隆さんのは10とか12で聞いていたということですけども、10倍に音量しないと聞こえないというふうに私の PC ではなってますけど、皆さんいかがでしょうか、ということを前提に今回はお話していこうかと思います。それでは本題に入ります。はい、改めまして、速稼塾の久保です。今回は借金についてでお話をされていましたね。私もいろんなところで借金をしました。まあ、個人から借りることもありましたし、まあね、肉親から借りることもありましたし、銀行からも借りましたし、消費者金融からも借りました。そして、危なっかしいところからも借りながらやってきたわけなんですよね。よく言うね、金利ってのは低いところから高いところに流れるって言いますけども、最初はね、やっぱり 1% から 3% の金利で借りていたものが、最終的には、35% を超えるようなね、よくわけのわかんないようなね、ところから借りてるという状況にもなりました。まあ大体ね、10%、年利 10% を超えると、もう返せないと思わないといけないかなっていうふうに私は考えています。年利 10% っていうとね、どういうことかっていうと、ビジネスで1000万使って、それを100万円の利益を残そうと思ったらね、ものすごく至難の業なんですよ。100万円の利益を残すってことは、例えば200万円のね、課税前だったら、ざっくりと200万円の利益を出さないといけないんですよ。200万円の利益を出そうと思ったら、あらり3割の商売をやっていて、さあ、800万ぐらい売り上げを作らないといけないんですよね。まあそう考えると、どれほど難しいことがわかると思うんですよ。まあですんで、年利 5% 以下に抑えるような借金だったら、まだなんとかなりますけども、年利の 5% を超えると、私はね、普通の人ではもう返せないというところに入ると思います。返せるにしても数十年というね、20年とか30年というスパンがかかっちゃうんではないかなと思うんですよ。金利っていうのは本当恐ろしいなと思います。まあ、ですので私は思ったのは、金利を払う側からもらう側に回らなければ、時間とお金から自由になれないなと思って、今はその暮らしを実現してるわけなんですけども、じゃあ借金のエピソードとしてね、どういうことが挙げられるかっていうと、私はだからいろんな借金をしましたけども、だんだん金利の安いところは貸してくれなくなるわけですよ。そして貸し倒れのリスクの高い、ところね、いわゆる危なっかしいところが高い金利で貸してくるんですよ。それはどういうことかっていうと、取りっぱぐれた人の金利も今お金を借りている人から取ってやろうというね、そういうバランスで会社が運営されているということなんですよね。まあですので私が誠実に返している借金の返済っていうのは、利息も込みでの返済っていうのは、借金を返してない人の分まで肩代わりしてるっていう形なんですよね。まあいう連帯保証人みたいなことをやってるわけなんですよ。これは消費者金融以下、金利の 10% を超えるところの軒並みそういうロジックです。まあもしくはね、低い金利のところもはっきりと同じなんですけども、まあそういうことが学べだったかなと思います。まあですんでね、今回ね、いい借金と言いますかね、どういうふうに借金をすればいいかってことを2つお伝えします。1つはですね、金利です。今の自分の収入で、暮らしていて、余剰資金が毎月5万円とか10万円出るようでしたら、金利で5万円、10万円までは、まあ大丈夫かなというところなんですよ。そういうふうに目安を持っていただいて、自分の毎月の余剰資金で賄えるぐらいの金利だったら、これはいい借金というふうに言えるかなと思います。ただ、余剰資金なんてないと。
余剰資金があってもそれを上回るお金が出ていってしまうってことでしたら、さらなる借金が借金を呼ぶということになって袋小路になりますので、これはもう早くねやめるしかないかなと思います。では2つ目のポイントです。じゃあやめるにしても、それからこれから借金するにしても、一番いい借金の相手ってのはどこなのかなってことをこれからお話しします。一つは今はねメジャーになってきました、クラウドファウンディングってやつを使ってください。これは自分がなんでお金が必要なのかってことを投稿して、そこに記事を書くとですね、それに賛同した方がお金をくれるんですよ。借金じゃなくてくれるんですよね。もうもちろんいただいた後に一定の成果を出してお返しするということをしなければなりません。それは自分の目的の実現です。まあ、ですので自分がねどんなことをしたいのか、極端な話ランボルギーニが欲しいみたいな、クラウドファンディングがあって、そこに投げ銭する人もいるんですよ。そうすると車買いましたっていうのがね、実現になりますから、じゃあお金を投げた人もね、よかったよかった、万事収まるということなんですよね。まあこんなこともありますんで、企画を立ち上げて賛同してくれる方を募ってみるのはいかがかなと思います。そして2つ目、マネオっていうサービスです。マネオっていうサービスは検索していただければいいんですけども、お金を借りたい人とお金を貸したい人のマッチングサイトなんですよね。ですから金利がむちゃくちゃ安い。しかしこれもね、クラウドファンディングと同じように、なんでお金が必要なのかってことを明確にしなければお金が集まってこないんですよ。明確にすることによって、それに賛同した人がお金を集めてくれるということなんですよね。はい。お金を貸したい人は山ほどおりますんでね。特に今マイナス金利ですから、お金を借りた方が儲かるみたいなね、妙な現象になっております。どんどんお金を借りて勝負していただきたいかなと思います。はい。それでね、おまけとして申し上げたいのは、借金をするときに、お金、なんで借金が必要なのかっていう、このね、目的を明確にすることによって、早く借金が返せるようになると思うんですよ。多くの方ってのは、なんとなくお金が足りない。返済のためのお金だってことになってしまうんですよ。返済のためにお金が必要なっていうのは、はっきり言って、借金をする理由にはならないと私は考えています。そうではなくて、借金の返済もするんだけども、何のためにその借金をしてしまったのか、今実現しようとして、打ち立てているプロジェクトは何なのかってことをね、もう一回考えること、そして自分のビジネスが何なのかってことをやっぱり一度整理してみないと、借金をしても、その借金っていうのがね、新しい借金を呼ぶだけだと思います。ただね、やっぱりビジネスをする上、人間、大人になってね、借金をしないで生きている人はいないとも言えるんですよ。まあ、新しい貨幣理論に照らし合わせますと、借金がするから、誰かの資産が生まれるって考え方もあるぐらいですよね。これ私大いに納得するんですよね。誰もお金を借りなくなったら、どこにも資産が生まれないっていう考え方も、なるほどと思えるところがあります。まあそういった形でね、借金の今回、いいやり方といいますか、判断の方法というのを2つお届けしましたけれども、参考になれば幸いでございます。それでは、失礼します。